こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アリアズドリーマー好スタート、綺麗なスタートを切りました。マウントキャップ前に行きそうです。ナリアズドリーマー、それに続いています。さらにはレギュラーエリザベス13番、カリスマノーマー、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのはナリアズドリーマー。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、前に戻りましょう。先手を取ったのはマウントキャップ、すぐ後ろにスキップポケット、その外からナリアズドリーマー、その後ろにナチュラルキャスター、並んで4番ミュージックキッド、進行ラブリー、いい位置です。その隣にカリスマノーマー、その横にレギュラーエリザベス、パープルマスク、そのうちに続いています。その外にフローレスリー、並んで5番ダブルモニカ、最後方にサンライトフローリップ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はマウントキャップ、ナチュラルキャスター、先頭に襲いかかってきました。キャッスルゲイル3番手、進行ラブリー、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マウントキャップ先頭、差はほとんどない。2番手はナチュラルキャスター、先頭を捉えるか。残り 200m、 マウントキャップ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。進行ラブリー先頭、やはり強い。進行ラブリー、進行ラブリー、進行ラブリー、1着、2着にはどうやらフローレスリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。進行ラブリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アトゥーフ好スタート、イタリアンプレイ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアトゥーフ鼻に立ちます。その後ろからはイタリアンプレイ、この馬も上がっていく構えです。さらにはソリッドタップ、3番ダンツシアトル、その後ろアラビアエリート、後方からもう一度先頭からイタリアンプレイ、先手を取りました。その外からユーザーフレンドリー、その外にシェマカ、ダンツシアトル、後位をキープ。並んで11番オンリーロワイヤル、その外からセイントドリーマー。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。ハトゥーフ先手を取りました。ユーザーフレンドリー、それに続いています。イタリアンプレイ、そのうちに続いています。青の帽子クリスタルクイック、その後ろすぐ隣にオンリーロワイヤル、すぐ後ろにシェマカ、ダンツシアトル、いい位置です。すぐ後ろにエンバイロンメントフレンド、並んで14番セイントドリーマー、アイスバースト、この馬もこのグループ、アーバンシー、そのうちに続いています。前はハトゥーフ、クリスタルクイック、ほとんど差がありません。オンリーロワイヤル3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ハトゥーフ先頭、差はほとんどありません。2番手はクリスタルクイック、先頭を捉えるか。やはりダンツシアトル先頭だ。さあ先頭に立ったのはダンツシアトル、残り 200m、 先頭はダンツシアトル。ハトゥーフ必死に追いすがります。ダンツシアトル先頭、2番手はハトゥーフ、ダンツシアトル1着、ダンツシアトル完勝、ダンツシアトル1着、2着はハトゥーフ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、サードデライン前に行きそうです。バラシア、それに続いています。さらにはグリーンユニーク、2番ウィンドワンダー、その後ろ先頭に戻りましょう。サードデライン先手を取りました。それでは先頭からサードデライン先手を取りました。赤の帽子グリーンユニーク、その後ろその外からファッションミラクル、その後ろにジェイドキルデア、黒の帽子ウィンドワンダー、その後ろその隣にバラシア、ファイティングレコード、そのうちに続いています。トロットサンダー、後ろからプリンスキャロル、すぐ後ろ並んで14番フリーサーベル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。グリーンユニーク、サードデライン、ほとんど差がありません。バラシア3番手、トロットサンダー、この位置は果たしてどうでしょう。グリーンユニーク先頭、バラシア先頭、2番手はスピードシャレード、追いすがります。バラシア頑張る、ここで先頭に立った。トロットサンダーあと 200m、 一気に後続がやってきた。バラシア頑張れるか。トロットサンダー先頭、2番手はバラシア、トロットサンダーこの馬で決まりか。トロットサンダー1着、トロットサンダー完勝、トロットサンダー1着、2着はバラシア。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はノーブルヴィンテージ、ハイキブルース。先頭、2番手はノーブルヴィンテージ、ハイキブルース。先頭、2番手はノーブルヴィンテージ、ハイキブルース。ゴールイン、ハイキブルース。1着、2着にはどうやらマチカネロンドン。1番人気に応えました。ハイキブルース、見事です。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭はエリム・クレア、エリム・クレア先頭、2番手はエリム・クレア、エリム・クレア、さあ果たしてこの足色はどうか。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。鶴丸ガール頑張れるか。鳥海キャロル先頭、2番手は鶴丸ガール、先頭は鳥海キャロル、1着でゴールイン。鳥海キャロル1着、2着にはどうやら鶴丸ガール、鳥海キャロル、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。